ぼちぼち。パラ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 。あ、皆さん、あ、どうもありがとうございます。優しいですね、本当に。はい、それじゃあね、せっかくですので登場していただきましたチアドラゴンズの皆さんにね、少しだけインタビューしていきたいと思います。皆さんもね、チアドラゴンズのこと、はい、知りたいと思いますのでお願いします。2007の村野奈緒です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ奈緒ちゃんですが、はい、ではね、質問をしたいと思います。はい、いつもまあね、もちろんドラゴンズファンの皆さんばっかり集まってると思いますが、まだね、チアドラゴンズに名古屋ドームで会ったことがないよっていうね、お友達もそしたらね、来てくれているかもしれませんので、はい、いつも名古屋ドームでチアドラゴンズの皆さんがどんなことをね、してお仕事をしているのかを少しご紹介いただきたいと思います。はい、ちょっとゾアがルミお姉さん見えないから後ろにいて。はい、はい、私たちチアドラゴンズではですね、試合が名古屋ドームであるときに、会場時に皆さん、お客様のお出迎えをまず最初にします。その後、オープニングダンスをグラウンドで踊り、3回、5回、7回もグラウンドの方でパフォーマンスをしております。またですね、去年から1ゲートと8ゲートの間に D ステージというステージを作ったんですけども、そこでシャオロ、パオロ、ドアラと一緒にダンスパフォーマンスを行っております。2008年はグレードアップしてお届けしていきたいと思いますので、皆さんぜひ名古屋ドームの方にも遊びに来てください。よろしくお願いします。みんなこ
かね。はい、ミカちゃんです。じゃあミカちゃんにね、最後お締めくくる質問聞いてみたいと思います。はい、チアドラゴンズ2007とってはもうね、試合の方も終わりまして、今はシーズンイベントなどで活躍されてると思うんですが、まだね、2008年続けられるかどうかはまだわからないんですけど、まだね、オーディションなどね、毎回、毎年ね、入れ替わり、毎月が出たらすごいことになっちゃうんです。毎年、チアドラゴンズって入れ替わりなんですね、オーディション制で。なので、まあね、チアドラゴンズとしてとかではなく、アミカちゃんとしての2008年の今後の抱負など、ね、皆さんに聞かせていただきたいなと思います。はい、本当に個人的なんですけれども、やっぱりダンスが好きなので、ダンスをもっともっとレベルアップしていきたいということと、あと内面的にもスキルアップしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。とってもね、真面目なお答えで、最後ね、ピシッと閉まってる周りでちょろちょろちょろしてる人がいますけども、まああまり気にせず、はい、ありがとうございました。ミカちゃんでした。大きな拍手お願いします。はい、じゃあポモちゃん持っててくれてありがとうね。はい、食べたい。はい、わかりました。はい、それではこの後はね、はい、最後2曲続けてお送りしたいと思います。こちらもね、いつも D ステージで皆さんの前でね、披露しているダンスナンバーです。とってもかっこいいので、皆さんデビュー落ちで応援してくださいね。それでは